まずはギアウェーブです。このコーナーでは釣りにまつわる話題のアイテムを開発に携わった方々が直々にご紹介、熱く語っていただきます。はい、ギアのスペックや機能など僕たちがウェーブを感じたポイントにはこの札を上げていきますから、どこで出るか注目。今回はスミカエンバイロメンタルサイエンスより佐山祐樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐山さん、スミカエンバイロメンタルサイエンスさんはこのコーナー初登場なんですけど、どんな会社なんですか？はい、そうですね、住友化学グループの、一つのグループ会社になりまして、生活環境に関わる多種多様な製品の生産開発販売の方をさせていただいているっていう風な会社になります。なるほど、SES って SES、はい、頭文字を、はい、通らせていただいて、はい、例えばですね、家庭環境の、殺虫、そういったところからですね、例えば牛とか鳥みたいな畜産動物の、防除用の医薬品ですね、そういったものの、開発ですとか販売の方もやらせていただいているっていう風な、会社になります。なるほど。で、僕たちね、アウトドアを楽しむ人、釣り人たちにとってとっても役に立つものを今日持ってきていただいたということなんで、はい、一押しのフリップ書いていただきました、はい、そちらを見せてください。こちらになります。アウトドア専用虫除けギア。アウトドア専用というところがね、とっても気になるので、早速どういうことなのか詳しく聞いていきたいと思います。まずはどちらの製品から教えていただけますか？そうですね、まずはですね、向かって、こちらですね、サーマセルアウトドア用ブユ虫シールドシリーズのね、こちらの方、青いパッケージの方を、ご紹介していきたいと思います。サーマセル、まず名前がかっこいいですよ、ね、しかも虫除けに見えないぐらいこれ見た目がかっこいいです ね。そうですね、うん、でシールドって言ってるでしょ、ブユ虫シールドっていうことなんですけど、これ屋外で使う虫除けなんですね。そうですね、こちら屋外専用に、設計開発されているっていう風なものになっていまして、はい、アメリカ兵発祥のブランドになっておりまして、かれこれもう20年以上世界30カ国で販売してるっていう風な、大きなブランドの、商品となっております。ちょっと具体的にこれどんな虫に効くんですか？はい、具体的にはですね、まあ、一番釣り人を困らせるあのブユ、まあ、ブヨと呼ばれてるんですね、そういった、虫に、屋外でしっかり効く。それとですね、ちょっと、釣りとかしてるとカバシラだったりとか、ちょっとどうしても釣りの邪魔になるようなユスリカなんかにも、効くっていうのが主な特徴になりますね。なるほどね、うん、これ見た感じね、もうかっこいいですよ。アウトドアギアっていう雰囲気がね、もうプンプンしてくるわけなんですけど、ね、かっこいい。これ2タイプあるんですか？そうですね、うん、はい、ガスの種類が違って仕様が異なる2種類のタイプで出しておりまして、うん、どちらもですね、効果範囲としては、ブユで、最大2メートル、ユスリカで、5メートル、効くっていう風な、製品設計となっております。これ風とかが吹いたらどうなるんですか？うん、そうですね、うん、こちらのサーマセルなんですが、屋外専用に設計されていますので、多少の風が吹いても、問題なくブユとかユスリカの方を忌避することができます。これどういう仕組みでこう薬剤が出るんですか？どちらも、ガスを使った、デバイスとなっておりまして、うん、このですね、青いマット、このマットをそれぞれのデバイスの、ガスで、加熱して有効成分のプラレトリンを起算してブユに効くっていう風なものになっております。プラレトリンっていう薬剤なんですね。これは安全な薬剤なんですか？そうですね、こちらはですね、まあ、人体ですとか、哺乳類に、とって安全な、薬剤を使用しています、うん、またですね、こちらのデバイスを使っていただくことによって、一般的な、虫除けみたいな形で肌に、塗ったりとか吹きつけなくていいので、うん、まあ、そういったところで、便利かなっていうようなところもあります、うん、ちょっといいですか、ここでお困りウェーブあげちゃいます。これね、まあ、女性の方も特にだと思うんですけど、何回もね、虫除け塗り直したりとか、はい、あと日焼け止めもすっごい私塗るんですよ。で、顔とかになると結構荒れちゃったりとかするので、もう肌に塗らないっていうのがすごいいいなと思いました。これって時間にしてはどのぐらい効くもんなんですか？はい、マットの方が4時間、約4時間ですね。で、ガスの方が、こちらの MR300 のシリーズだと12時間、うん、で
こちらの OD 缶の、タイプですね、背浮き型のものだと、約75時間使えるっていうふうに、はい、そっか、じゃあその、はい、ガスを燃料にじわ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 温めて、そうですね、で、まあ、こっちはコンパクトなガスだから、はい、まあ、その分時間短いっつっても12時間、12時間ねえ、たっぷり1日行動するんだったらもう十分ですよ。十分ですね、そうですね、うん、これ具体的な使い方っていうのは簡単なんですか？はい、簡単です。まずこちらの MR300 ですね、こちらのハンディタイプの方なんですが、こちらはですね、このタイプの、小さいタイプのガスカートリッジですね、これを使用します。はい、まず本体のですね、取っ手の下にあるこちらのカバーを外していただいて、こちらのガスの方を下からですね回して取り付けていただきまして、うん、こちらのカバーですね、キャップの方を閉めて、次にですね、専用のマットですね、こちらの青い方が専用のマットになりまして、こちらを、こちらの加熱板ですね、この銀色の天板のところに入れて差し込んでいただいて、これで、基本的なセットは完了です。簡単ですね。はい、うん、これでも慣れればもうすぐにできるんで、でですね、実際に使用される際はまずここにですね、ガスの元栓の部分がありまして、今オフの状態、これをまずオンの状態にしていただくと、こちらの中に入れたガスがこちらに入ってきます。うん、でここですね、スタートって書いてあるここのボタンが、着火のボタンになってまして、これを何回か押していただくと中で小さな火が着火されて、これで、加熱板を温めて有効成分を飛散するっていう風なものになっております。で使用する際はですね、屋外の、平坦な場所で使用していただくとともにですね、風が多少ある場合にはですね、風上の方に置いていただくとより効果的に、使用することができます。なるほどね。はい、でマットの方なんですが、こちらはですね、今青い状態なんですが、こちらが、白く退色色が褪せてきたら、交換のタイミングとなります。うんうん、すごい分かりやすいですね。この青いマットが真っ白になったら、うんうん、じゃあ取り替えのサインですよっていうことなんですね。はい、これもしあの青いマットがこう、まあ、ちょっと薄くなってきたぐらいのまま、まあ、その日の釣りが終わってしまったとかだと、また次の時も使えたりするんですか？そうですね、基本的には、4時間っていう風な形で、設計させていただいておりまして、それに満たないような時間の際はですね、繰り返しで次の日に繰り越しで使っていただくってことも可能です。ゴールデンウィークとか、まあ、これから真夏に向かってどんどん虫が増えていくシーズンですから、はい、これ持っとくと安心ですよね。そうですね、うん、そうか、それぞれラインナップ教えてください、改めて。はい、まずですね、ハンディタイプの、MR300、グリーンとブラックの2種類がございまして、こちらですね、本体と専用のガスカートリッジ、あとマットの方が3枚入っていて、最大で12時間このスターターパックで使えるっていう風なセットになっていて、こちらがですね、オープン価格にはなるんですが、参考価格としては4500円でご用意させていただいております。なるほど。はい、でこちらのですね、バックパッカーシリーズですね、こちらはですね、先ほどはこの小さいガスを使っていたんですが、こちらのものは代わりに OD 缶をですね、使っているようなタイプになっておりまして、こちらも同じような仕組みでマットを加熱するっていう風なものになるんですが、うん、こちらのスターターパックの方に、同じく、マットが3枚、であとですね、こちらは、ガスの方はついてませんので、OD 缶の方は別でお買い上げいただくというような形で、こちらの方も、オープン価格でですね、税抜きの方が4980円という参考価格の方で出させていただいております。でガスカートリッジの方は、同じくオープンの参考額で500円でご提案させていただいております。本体が小さいから持ち運びもしやすいですよね。そうですね、うん、でこちらのスターターパックの方にはですね、今ちょっとご用意がないんですけど、青い、専用のトラベルバッグっていうものもありますので、はい、そちらに入れていただくことで持ち運びも簡単っていう。ブユにね刺されるともう何日もかゆいから大変だから、このアイテムもうめちゃめちゃ私欲しくなりました。で続いてもう一アイテム今日紹介していただけるんですよね。はい、こちらストロンテック屋外用蚊よけの囲いです。囲い、はい、うん、こちらはですね、先ほどのサーモセルがマットを使っていたのに対して、こちらはですね、この液体の、専用ボトルを、噴霧して、蚊よけ屋外の広範囲、なんとですね直径 7.2 メートルですねの範囲の蚊よけができるっていう風な
画期的なアイテムになります。出します。わー、来た。 7.2 メートルの直径で蚊よけバリアを張ってくれるってことでしょ。そういうことです。これはものすごい安心感ですよ。 7.2 メートルって結構広いですよ。すごい広いですよ。めちゃくちゃ広いですね、うん、はい。わあ、これはね、ちょっとね、より詳しく教えていただきたいと思います。はい、蚊よけのアイテムです。まず、この液体の方を使うデバイスにはなるんですが、サーマスルはガスを使っていたんですが、こちらの方はですね、電池式ですね、炭酸のアルカリ乾電池を2本使うっていう風な仕様になっております。はい、この薬液のボトルをセットして中にこういう感じで入れていただいて、はい、差し込むだけ。これでもう簡単なセッティングで 7.2 メートルの蚊よけバリア張ってくれる。はい、もうこれも独自の、超音波噴霧技術っていうものを、使っておりまして、うん、その、独自技術のおかげでものすごい広い範囲をこれ1台で。釣りだけじゃなくてさ、うん、その庭でバーベキューするとか、うん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 、もちろんキャンプでさ、みんなが集まるタープの中に1個入れとくとかさ、うんうんうん、もうほんとこう屋外のスポーツ観戦もそうですよ。もう外で蚊がいる季節ってもうどこでどうやっても蚊避けられないじゃないですか、うんうんうん、これがあると大丈夫っていうね。確かに。でもこう食べ物とかこうバーベキューの時食べる時に匂いがね、蚊取り線香とかだとちょっと気になっちゃったりとかすると思うんですけど、これは匂いはどうですか？実はそこも安心で、これ匂いないんですよ。でしかもですね、嫌な煙とか、目に入って痛いなっていう風なそのヤニみたいなのも一切出ないんですね、うん、はい。レストランですとか、あとはですね、式場みたいなところですとか、まあ、ホテルとか、うん、そういった場所でも、使われているというような、実績がありましてですね、うん、こちらの、成分もですね、有効成分は、メトフルトリンという、成分を使っておりまして、こちらもですね、人体や動物にとって安全なものを使用しておりますので、そこも安心なのかなっていうふうに思います。じゃあここでどんな風に噴霧されるのか実演していただけるということで。はい、スイッチをオンにすると LED が点灯しまして、最初の噴霧は15秒後ですねにふわっとした優しいミストで出てくるのが確認できるかと思います、うん、あ、点滅が始まった。はい、あ、優しいね。はい、本当だ、すごい優しい。でこの、ミストの高さも目視ではこれぐらいまでしか見えないんですが、うん、実際にはもう高いところまで広がっていて、で屋外で、あれば、多少の風が吹いてますので、そういった効果も合わさって広い空間にこちらが広がっていくっていう風なイメージとなっております。天面の方にはですね、ここセンサーがありまして、例えばお子さんだったりペットが使用中にこう覗き込んでしまったという時にはですね、ここのセンサー、人感センサーが反応してこのミストの噴出をスキップしてくれるっていう風な、安心機能もついています。めちゃめちゃいいですね、それね。めっちゃ便利。何時間ぐらい使えるんですか？こちらがですね、アルカリ炭酸の2本で60時間ですね、電池で使うことができます。じゃあもう2泊3日のキャンプとかでも十分使えるっていうことですよね、はい。でこちらのですね、薬液の方が、約30時間使用可能っていう風な、設計となっておりまして、さらに、5時間で自動的にこれオフになる機能がついているので、消し忘れちゃってもあれ消したかな、朝になって全部使い切ってないかなっていう風な心配がないんですね、うん。まあ、蚊が出る時間帯って大体決まってますから、その時にね、はい、集中的に使って、あと消し忘れも、うんうん、心配しなくていいということです ね、うん、ですね。いいじゃない、はい。じゃあこちらの囲いなんですけど、価格とラインナップを教えてくださいますか？はい、本体と薬液ボトルが、セットになったスターターパックの方がこちらも、オープン価格になるんですが、参考価格としては、税抜き6,220円で、こちらの取り替えボトルですね、こちらもオープン価格になりまして、1100円の参考価格となっております。最後にですね、1点注意点なんですが、いずれの、こちらのサーマセルの商品もですね、囲いの商品の方もですね、
屋外の平坦な場所に設置して、使用の方をしていただけると、ありがたいです。またですね、風が吹いている際にはですね、風上の方に置いていただけるとより、効果的に、効果を発揮できるというふうになっておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします、ね、ぜひ皆さん使ってみてください。そして今回プレゼントいただいたんですよね、そうなんです、 SES さんからですね、サーモセルアウトドア用、VU 虫シールド MR300 スターターパックを2名様、そしてですねストロンテック屋外蚊よけかっこいいですね、こちらも2名様にプレゼントいただきました。ご希望の方はツリビジョンのホームページからこの後佐山さんが言うキーワード必ず書いてご応募ください。ということでキーワードお願いします、はい、キーワードの方が SES のアウトドア虫除けになります。 SES のアウトドア虫除け、はい、締め切りが4月4日木曜日となっております。たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしております。そして佐山さん、あの YouTube チャンネルやってるんですよね。はい、うん、実はですね、私あの会社の方の、アウトドアチャンネルっていう風な形でやらせていただいておりまして、チャンネル名が、SES アウトドアチャンネル、こちらの方で、釣りですとかアウトドア、虫のこういったデバイスの使用方法とかを解説したりとか、あとはですね、ちょっとした釣りの、ハックなんかを紹介させていただいております。ね、釣り好きの佐山さんがこの使い方を教えてくれてるって言ってるから、もうこのチャンネルの視聴者にとっては間違いない情報ですんでね。そうですね、うん、ぜひご覧ください。ご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ということで今回はすみかエンバイロメンタルサイエンスより佐山祐樹さんにお越しいただきました。佐山さんありがとうございました。ありがとうございました。